ま。カレーライスみたいな男です。はい、こんにちは。RWS ドリブル塾の神村です。RWS ドリブル塾の高橋です。めちゃめちゃ噛んでましたけど、はい、今から、ちょっとサッカーの解説動画で、結構ドリブル塾のスタッフの中でも、なんか僕ってあんまサッカーの解説動画出してなくて、なんかこの、結構言われるんですよ、この、いい加減サッカーの解説しろみたいな、ね、言われるから、無料相談ばっかやってんじゃねえってなっちゃうんで、そうだからちょっといい加減ね、ちょっと久々にサッカーの解説やっていきたいと思うんですけど、久々にサッカーの解説やるんで、この動画もし参考になったら絶対コメント欲しいです、コメント。コメント欲しいです、ね。なんか高評価も欲しいし、はいはい、まあ、低評価も欲しいんですけど、はい、なんかコメントで、なんか僕らって動画出すじゃないですか。はい、なんかこのリアクションが欲しいんですよ。うん、そうですね。なんで、すごい、すごいなんかこの、いい情報を無料で出すんで、その代わり、その見た人たちは参考になれば絶対コメント欲しいなっていう感じで、はい、お願いします。じゃあぜひ、ご覧ください、はい、お願いします。はい、はい、ということで、今見てもらったの、分かりました。ちなみに、なんかこの僕のこのフェイントというか抜く技の1個前なんですけど、はいはい、なんかどういう感じのなんかボールタッチとかって分かりますか？今日解説する動画、ちなみに打ち合わせはほぼしないんで、はい、まあなんかまあ足裏を使ったボールタッチなんですけど、なんか分かりますか？方向を変えたときに後ろに下がるじゃないですか。そのときにボールに取りに行けない距離を岡村さんの方がバックステップしてカット距離を取る。ああ、そう、もう120点です。で、これ今僕がやったのがこの1個目の動画だと、多分このシダースして左足だったり、そう、2つ目は抜いたのがこの引いた状態からこの親指小指のこのスクールでもやってるこの親指小指のこのトトンをやらせてもらったんですけど、この技の前に1個特殊なステップを入れてて、1個目の動画はもう春コーチのこの右側、自分から見て右側のスペースを仕掛けてるときに足の裏で体と一緒にこう引いたんです。で、これ何が大切かっていうと、この僕も今、まあ春コーチもですけど、サッカー少年とか少女の試合を見てて、なんかこう足裏で止めちゃう子ってめっちゃ多くないですか？うん、多いですね。なんか ここで止めて、はい、なんか止まってこうディフェンスにつつかれるみたいな、うん、こうすごい多くて、で逆にこうボールをこう置いてっちゃう子とかもこれいるんですけど、こう入れ替わったりっていう8人制で入れ替わるともう7対8だったりしちゃうんで、結構いきなり大ピンチになっちゃったりとかっていうのを結構見せて、この入れ替わりを防いだり、あとはなんか相手を抜くためっていうよりもなんかボール取られないためみたいな、うん、はい、で多分ハルコーチも現役時代真ん中のポジションをやってたから、はいはい、だから真ん中の選手がいかにボール取られないかって結構大事だと思うんで、はいはい、でこのやったステップなんですけど、まず1個目がかかとをつけません。かかとで、かかとがついてしまうと次の動作が遅れたりしてしまうので、このかかとを上げた状態で親指と人差し指の間ぐらいでこう重心を乗っける感じです。でボールを細かく触りながら、これはダメです。ちなみにボールが自分の苦手な足です来ちゃう、これはなしです。体も一緒に引くことで自分の引き足の前にこうボールを置くことですね。ドリブル塾のチャンネルで前に上げてるセミナーの大体1万回ぐらい再生されてるセミナーの動画があるんですけど、その時にこの利き足のボールタッチに関してそのシューコーチがすごい説明してくれてて、で僕その頭では分かっててもその言語化できなかったんですけど、なんかネイマール選手とかのこういう駆け引きとかも絶対右足の前にあるんですよ。もうなんかヒールリフトやるにしてもまたこう抜いたりとか、ネイマール選手とか、あと元ブラジル代表のロナウジーニョ選手とか、利き足の前っていうのはすごい大事で、これが左足で触っちゃったりしてしまうと、この苦手な方の足っていうのはやっぱ反射的に少し遅れてしまうので、自分の得意な方の足
で相手と距離を取りながら、まあ、さっきの場合ですと、まあ、シダースですね。でこの左足で相手の横に抜けていく。2つ目の動画は自分から見て右じゃなくて左側に引っ掛けてるときに、僕これ左足使わないんですよ。ここで大事なのがこっちのスペースに対してドリブルしていくときに、まあ、これも ありだと思うんですよ。1個もここだと思うんですけど、これもう1個やり方としてドリブルしてるときに、ここから足の裏で変わりながらちょっと乗りながらこう距離取る感じで、変わりながらちょっと乗りながらこう距離取る。でここで引きすぎちゃうと自分の体の向きが後ろになっちゃったりしちゃうんで、相手から逃げるようなドリブルになっちゃうんですけど、相手がギリギリ取れないぐらいの感じだとこの選手自分に寄ってくるんで、その前に体重乗った瞬間に、まあ、先ほど通りで言えばこのエブ小指のトントンですね、やるような感じで相手の体重をこう動かすようなイメージですね。パルコーチ実際にやられてみて、はい、なんかこうこっちの、まあ、これとこっちのボールタッチあったじゃないですか、はい、なんか取れそうですか？目の前で取れなくてですね、はい、後ろ下がった時にやっぱり取ろうっていう意識でディフェンス選手はボール取りに行きますね。遠いここ僕らiPhone で撮ってるからマイクとか出ないから声入んなくなっちゃう。マスクするから声入んなくなっちゃう。そう、なんか今ハルコーチが言ってくれたの、結構僕が現役でなんかディフェンスしてる時にすごい思ってて、これ実際やる選手いたんですけど、はいはい、なんか取ろうって思ってもなんか取れない距離にずっとボールあるで、気づいたら自分の横にいるみたいなのがすごい嫌で、あ、これ身につけたいなって思ったのは中学生ぐらいかな。で、上手い選手のドリブルとか、それこそロナウジーノ選手すごい好きだったんで、僕すごい見てて、ロナウジーノ選手もなんか絶妙なボールの置きどころっていうか、あとこれ全然話関係なくなっちゃうんですけど、僕元ドイツ代表のラーム、わかります？あー、わかります、はい、ラーム選手めっちゃ上手いんですよ。ラームサイドバックの、はいはい、その右左どっちもできるっていう、もう最強のサイドバックみたいなんですよ。バイエルンミュンヘンのラーム選手はなんかこういう足裏のタッチっていうよりもなんかトラップした時になんか絶妙なとこに置いてるんですよね、なんかサイドバックで。で相手のなんかギリギリ足届かない位置にこうなんかずっと永久的に相手の逆取り続けるみたいなのをなんかすごいやってて、僕体大きかったんですけどラーム選手体ちっちゃいのにすごいなみたいなずっと思ってて、僕ドイツのサッカーめっちゃ見せたんですよ、バイエルンの試合とか。ずっとラーム選手ばっか見せてうまいなみたいな。なんか僕体大きいのにそういう、あとイニエスタ選手とか、はいはいはい、なんか体大きいのにそういう自分にないものを持ってるからそういう選手すごい好きでやってたんですよねっていう感じで、ちょっと話脱線しちゃったんですけど、まあ、こういう派手な足技だけじゃなくて、まあ、実際に今ハルコーチも、はい、スクールで指導してもらってて、なんかドリブル塾って足技だけなんでしょうとかって多分言われる、まあ、今後ね、ハルコーチはこれから言われると思うんですけど、はいはい、まあ、俺とか結構言われてて、で実際は実際のスクールではこういうなんか本当にちゃんと見なきゃ分かんないっていうすごい地味な技術を僕指導させて、もう9割ぐらいそっちの方がメインで、あとなんか細かいステップワークとかとかもやらせてもらってる感じで、でこういう技術がすごい大事だと思うんで、ぜひね、この動画参考になればという感じで、あと、まあ、この練習の、練習方法だけ軽くですけどちょっと解説させてもらうんで、ちょっと赤コーン持ってきます。はい、行きます。
はい、今見てもらったのは最後ですね。まあ練習メニュー、実際にやらせてもらったんですけど、まあ、僕が今紹介させてもらった練習メニュー以外でも、これ結構工夫すれば、多分いろんな形で、できると思うんで、その、コーン置かなくても、実際に、じゃあ相手の、じゃあお父さんとかお母さんにちょっと相手役軽くやってとか、いうような感じでもできると思うんで、なんか実際にこう足出してもらって、あそこだったら足届く位置だよとか、じゃあもっとこう引かなきゃとか、はいはいはい、相手から離れなきゃとか、で、引きすぎちゃうと自分のこう体ね当たっちゃったりとかするんで、そういうのはもう経験してもらって、はい、っていう感じで、で、コメントっすね。そうですね。こんだけ、汗かいたから。汗かきましたもんね。これ、僕にとってはすごいいい情報だと思う。いやそうですね。なんか僕にとってはですけど、まあ、わかんないですけど、その見てる人とかはわかんないですけど、僕はこれを覚えたことによってボール取られる回数とかが劇的に減ったから、すごいその大発見だなっていうのをすごい覚えてたんで、そういうドリブラーだけでいろんなポジションでですね、ボールの場所を役立ちに言いますから、ね、確かに、はい、やっぱいいですよね、こういうポジションとか、まあ、もうあとコメント、はい、で、アンチコメントはなるべく控えてほしいっていう。まあ俺意外と見てんすよ、あれとか、なんか、なりさんとか全然覚えてないけど、なんか、なんだっけな、カムラはどうでもいいけど、ハルコーチ頑張ってくれたから。なんか、このチャンネルの動画に、だから僕の動画出したらなんかそういうコメントとか、はいはい、あとなんか、シンプルにカムラが嫌いっていうコメント書いてあって、なんかそういうのなんか、そう、なんか何にも包んでくれないんだっていう、なんかまだカムラさんのこの日常的なこと性格とか知らないってんじゃないですか。だから外はですね、多分日常的なことを知ったら多分もっと叩かれるから。でもそのなんかどういうなんか嫌じゃないんですよね。その一番嫌なのはそのなんか興味持たれないっていうか、高評価も低評価も押してもらえないみたいな。だって動画3000回とか、はいはい、再生されてたら、まあその全員が高評価低評価つけてくれたらすごいあれじゃないですか、結構な数いくから、あのコメントも、はいはい、3000人が見てくれたら3000コメントないと、まあそうですね、そう誰かがサボってる。3000コメントいいっすよ。そう、まあ僕とかも YouTube の動画見てもコメントあんましないタイプなんですけど、でもなんかいいと思った動画にはやっぱコメントはしようかなって、僕自分で動画出してて思うんで、そのなんかまあアンチコメントもそういう結構僕は面白いなと思って、この包んでくれないんだっていうか、はいはいはい、ストレートすぎないかみたいな、カメラが嫌いなだけっていう、なんか、プライベートでも言われたことないし、今まで生きてきてそんなね、会ったことない人に嫌われるんだとか、まあ、思って、まあ嫌い、そういうこと言われるの嫌いじゃないけど、そのまあ、嬉しくはないっていう。すごいです、嫌いじゃないっていうのもすごいですね、また、ポジティブに。それでも、でも多分、春コーチ、嫌いな人多分いないと思うけど、今後も。あ、自分がですか。その春コーチを、はい、その嫌いな、だって、春コーチを、なんか、なんかアンチしても、はい、多分なんか自分がなんか惨めなだけになると思うから、そういう存在だから。そうなんですかね。そうだから、カレーライスみたいな男です。嫌いな人がいないっていう。ああ、甘口も中辛も、まあ、自分もそうです。逆で好き嫌いってあんまりいないですね、人に。ああ、それだから、そうそうですね。え、でもカレーライスっすよ。だから人参入れてもいいし、じゃがいもとも合うし、はい、米に乗っけることもできるし、あ、米に乗っかるカレーライスっすよ。ありがとうございます。いや、全然サッカーの解説の話めっちゃそれましたけど、いや本当にこういう派手なこういうフェイントとかだけじゃなくて、うん、まあこのまあ大事なんですけど、そういう足技とかも大事なんだけど、もっと大事なこともあるし、それぐらい同じぐらい大事なことが、こういう相手から離れるステップワークとか、まあサッカー、まあ、意外と僕は足裏大事だと思ってて、どっちかというとフットサルの方が足の裏使うけど、でもやっぱ足裏でこうちょっとのなんか調整したりとか、はいはいはい、このドリブル塾のこのスクールでもこのラボバっていうこの自分の利き足に持ち直したりとかっていうこの4拍子タッチもそうですね、うん、っていうのもあるんで、なんかそういうその利き足の前っていうとかだったり、なんかボールが
ずれた時もこう利き足で触ったりとかっていう、うん、なんかそういう難しい足技っていうよりもこういう地味な地味で難しいやつの方が実際の試合ではまあなんか直接的に試合見てあドリブル塾でやってる足技だって多分お父さんお母さんは気づきにくいけど、はいはいはい、でも僕らが見たらもう分かる。あなんか小指のターンとかもそうですね。こういう、そういうターンとかもスクールスはもうめちゃめちゃやってるけど、やっぱあそこで小指のボールタッチが出てるのもこう小指で触る回数が多いからだと思うし、そういう感じで、すごい、いい、情報だと思うんで、はい、はい、もし見たら本当に無料なんでコメントはしてほしい、はい、もう何回も言うけどぜひね、次回の動画でも、ぜひ、お会いしましょう。で、春コーチは、平塚校が、神奈川県の平塚市で、はい、始まるんで、8月から開校なんで、はいはい、今もこの動画を多分アップするのも7月中だと思うんで、はい、まあ、本当に、ドリブル塾の定員すぐに埋まっちゃうんで、もし、よければ8月から開校なんで、はい、まあ、ぜひ、お問い合わせください。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、次回の動画でもお会いしましょう、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。